はい、皆さんこんにちは、ゆひとトニーです。今日は視聴者の方からご質問いただいているので、それに答える形で進めていきたいと思います。まあ辛くてなかなかトレーニングをサボってしまう自分がいます。でこういう時にどうしたらトレーニングをできますかという質問なんですけども、まあ私もトレーニング確かに辛いか辛くないかって言ったら、まあ辛い時の方が多いですね。まあ最近少しデスクワークする時間が多くて、一昨日かな、一昨日ぐらいずっと朝から夜までデスクワークしてて、まあそれで結構疲れ果ててしまったんですけど、まあ多分皆さんも普通の仕事されてる方が多いんで同じような状況のことが多いと思います。でその時にちょっとこの後ジムに行ってトレーニングしようかなって悩んだんですね。でまあ体も疲れてるし、まあトレーニングも辛いし、やめようかなって思ったんですけど、まあその時にちょっと考えたのが、トレーニングが本当に辛い、それだけだったら多分やらないと思うんですよね。でもトレーニングって辛いだけじゃなくて、その後ですね、トレーニングやった後って実は多分皆さん経験あると思うんですけど、まあやっぱり清々しい気持ちになったりだとか、仕事のねストレス、まあわかんないです、嫌な上司の顔を忘れれるとか、まあそういったところって結構あると思うんですよ。なので、トレーニングで確かに体は疲れるんだけど、すごくメンタル的にはプラスになってて、まあ、疲れも、リフレッシュしてストレスもなくなって、実は結構疲れが取れてる。で、まあ、その後さらによく寝れるっていうところがね、トレーニングの後の効果としてあると思います。なので、まあトレーニングつらいな、なかなか続かないなっていう時は、辛いトレーニングそれだけを見るんじゃなくて、まあ、その後のですね、良い効果ね、そっちにちょっと目を向けてもらえると意外とトレーニングできると思います。でやった後に、あ今日トレーニングしてよかったなっていう気持ちになれると思います。で多分明日のその次のね日からの仕事も頑張れると思うので、一日疲れて、まあ、みんなね毎日一生懸命仕事して、ジム行きたくないなって思う時が結構あると思うんですけど、ちょっと先のこと考えて、今日ジム行ったらその後ね、そのよく寝れる、次の日楽しんでまた仕事ができるっていうところを見てもらって、トレーニングしてもらえるとトレーニング続くんじゃないかなと思います。で、まあ、僕もこう大会に出るために結構ねハードなトレーニングしてますが、何年か前かはクロスフィットを、ね、社会人しつつ、まあ、クロスフィットを自分の生活の一部という形でフィットネスとして取り入れてたんですけど、多分みんなそういう方が大半だと思うんで、ぜひ今回のことを参考にして、普段の、ね、社会人生活にトレーニングを取り入れてもらえると嬉しいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。ユフィット、トニーでした。